始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。元気だ。久しぶりだな、これね。さてさて、ミシェルさん、あやのちゃん、はい、心に秘めた言葉って何かありますか。いや、ありますよ。何ですか。今日一日を大切に、今日一日に感謝し、今日一日を力いっぱい生きよう。これだよ。素晴らしい、素晴らしいですね。あやのちゃんは何も秘めてないです、持ってる持ってる、ちょっとぐらい秘めてて、いつもあの大切な本からいろんな言葉を持ってるでしょう。そうですね、たくさん教えていただいてるんですが、実はね、秘めてますよね。秘めてるね。あ、実は、はい、そこでですね、今回まずご紹介するのは、はい、保険販売業でいつもあなたのそばに、すべてはお客様のためにという言葉を理念に掲げています、こちらの企業様です。よし、どうぞ。昨年発表された日本人の平均寿命、男性は80歳、女性は86歳と、共に世界の中でも極めて長寿の国として栄え続けている。しかし、その長い人生において先を照らし出す道しるべは、誰にとっても豊かな生活を送るためになくてはならない存在となっている。そんな全ての人の人生最後までの時間を最も身近な暮らしからサポートし続ける男がここにいる。 FP エージェンツ株式会社代表取締役社長、藤代圭一。不動産売買からライフプランニングまで、人々の暮らしを支える事業を展開する FP エージェンツ株式会社では、独自のネットワークを生かしたワンストップサービスで、お客様のそばに寄り添うビジネスを提供。多くの人が抱える人生の悩みや不安、その一つ一つを丁寧かつ迅速な解決へ向け、日々奔走し続けている。今回は藤代圭一をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。そもそもでも、この仕事をされようとしたきっかけというか、はい、これはもともとは全然違う畑にいましてですね、はい、応援機器という、いわゆるパソコンとかコピー機とか、そういうのを、まあ、飛び込みでする営業マンを、学校出てからやったんですね。でその中で保険の代理店さんという、お客様がいらして、そこで、保険のなんて言うんでしょうね、からくりと言いますかね、いろんなことを教えていただいて、保険って難しいんだなもありましたし、保険って言い方は言葉悪いですけど、やっつけられちゃうなとか、消費者の方が、そういうイメージを持って、いたんですね。で、それはそれでこう話を聞いて、そうなんだなと思ったんですけども、タイミングがありまして、たまたまこういう当時流行ったんですけど、外資系の、保険会社がこう他の営業マンをこう採用して、営業マンを集めるというのがね、ずっと2000年初頭、90年代の後半ぐらいですかね、起きまして、外資系の方多いですもんね、でそこに私もまんまと引っかかってといいますか、そうですか、話が来まして、聞いてるうちに、これを自分がしたら、そのからくりをね、きちんとしていくことができるんじゃないかなっていうことがありまして、社会貢献も含めてこうポッと転職をしたのが始まりなんです。保険が一つの保険会社ですね。そこで営業を10年やりましてですね、やっぱりお客様はみんな同じなんだなっていうのは、やっぱりこう営業主導で自分が欲しいもの買ってないなっていうのが、ありまして、よく耳を傾けるということをね、ずっとやってきまして、保険会社でに入った時に、自分の保険をねこう研究するわけです、当時買ってたもの、これがまたびっくりしましてですね、ある信頼している方から紹介された、いわゆる正法レディといいますかね、営業さんから、募集されたんですけども、であなたいくら払えるんですかとかっていう話から始まりまして、大学出て新人の頃ですから、1万円から2万円ぐらいですかね、月々っていうことですよね、それでいいものを作ってきてあげる、お金から入ってるんですね、ただ今そういう気持ちになって、以後、そこも独立し辞めて事業を起こしてますけども、その最初の失敗した保険の加入の仕方っていうのが、
一番今この役に立ってるな。まあ、ですから今やなんていうんでしょう、その製法レディーさんに、はい、あの時はもう悔しい気持ちとね、はい、いうことしかなかったんですけども、うん、今なんか感謝をねしてるようなね、はい、あなたがそうしてくれたから今の自分がね出来上がってるんだなと思えるような、はい、経験したからこ そ、ねそね、お客様に教えられるというか、はい、これはなんかいいものに入ってたらその悔しさがねなかったとすれば、こんなこの保険とかっていう商品にそういう思いはなかったのかもしれないと考えるならば、そうですよね、本当に感謝をしているところですね。保険会社に入られて、はい、でちょっとまあいろいろ勉強して、はい、自分自身で立ち上げをされようとしたんですか。うんうん、まあ、さらなるサービスをね、はい、できないかと、今言ったのはまあ保険という中での話ですので、はいはい、やっぱ人生っていう中でね、もっと大きな枠で、うんうんうん、まあ、こうお会いするお客様に保険のパートだけを、で信頼されて、まあ、その外はまた違う人がってなるならば、うん、ワンストップで全部引き受けて、まあ、その人生の大きなっていうところを引き受けられるやっぱ自分になりたいし、うん、まあ、それをまあ組織化をしていったならばということで、うん、もう思い一つで、はい、もうやめますっていう感じですね。やめちゃったのが、5年6年前になるんですかね。うん、実際ね、でも立ち上げられてみてどうですか。そうですね、最初は本当にもう前を向いて、その、うん、なぜこうしたのかということをお客様にやっぱり、やめちゃうのっていうことはねよく言われましたけども、うん、ではなくてさらに次のステージに行くために、うん、さっき今申し上げたような、なんですか、はい、こういうことがしたいので、うん、だから立ち上がったんだということを、うん、伝えてまいりましてですね、まあ、お客様はやっぱり信用してくださってたので、ようやくそういう時になってどう見られてたかが分かるのかなというね。なるほど、保険会社の保険の商品を見てたのか私を見てたのか、はい、というところだったりとか、まあ、ですからその先も私と付き合いたいと思ってくださる方がやっぱり多くいらっしゃったのは本当に本当に感謝ですし、いい仕事してるなって、いい仕事いい。でも、 でもライフのプランナーになるといろんなものが出てきますね。保険だけじゃなく、そうですね、それこそ相続だとかそういうね、はい、いろんなね、ので、まあ、自分で当然磨きをかけていろんな知識だったりいうものはいつも磨いてないとね、はい、変わってきますので、はい、いうことも必要ですけども、まあ、これが一人でやってることとやっぱり組織を作っていくっていうのはまた違って、はい、まあ、できるそのパートのことを、まあ、その専門部隊をね社の中で作るということもありますし、はい、外部と連携するということもありますし、はい、いわゆるこう士族といいますかね、税理さんとか弁護士さんとか、うん、いったところともどう組むかですし、はい、あとは何て言うんでしょうね、まあ、そういうプロデューサー、まあ、社員を入社いただいて、うん、まあ、そういう得意なパートを伸ばしてもらって、うん、まあ、社内でそのできることをこう連携したりとかということを、はい、まあ、進めていくということね。なんか聞くところによると、うん、その16年間でお客様とのトラブルがないということをお伺いしたんですが、うん、トラブル、まあ、小さくはあるのかもしれないですけど基本的にはあまりなくて、はい、あとはいろんなお客様のタイプおられますよね、うんうん、みんな違うんでしょうけどもね、うん、まあ、なんでしょうね、売りに行ってはないので、はい、お客様のを聞きに行くし、まあ、横にいるって、なるほどね、Always beside you っていううちの中に言葉があるんですけども、うん、いつもあなたのそばにということで、はい、まあ、営業ですから販売はしなければならないんですけどもね、最終的にはその前にやるべきことが、まあ、寄り添ってね、はい、お客様のために何ができるかを、まあ、考えていくと、うん、その先には必ず道は開けるということをねずっと伝えて、まあ、社員にも伝えておりますし、今日ダメでも、ね、お客様の気分でさ、そういうところもあるかもしれない、はい、ここに当たってくるかもしれない、なんかあって、で次の日だったらいいことになるかもしれないしね、なんかふと思った時に、うん、要は誰が浮かぶかっていうことなんですね、うん、何かしようかなと思った時に、はい、ないからネットで調べるのか、はい、藤代に電話してみようか、もうそれだけだと思うんですよね。まあ、何かしてくれるはずだとか何か情報をくれるはずだというところで、まあそれが組織体になっていけば、まあ多くの情報がここにあるんだなってことが町に、なんですかね、根ざせば、まあ何でもいいからここに電話してくださいみれば次の道は開けるはずだというようなね、場所のまあよろずや的なね、とこになれたらなっていうのはすごく思っています。お客様の相談があるとすぐに駆けつけるっていうお話も聞いたんですが、はい、その Always Beside You というのを、まあ、やっぱりずっと実践したいなっていうのはありまして、
まあ、ここ幾年かかなり忙しくさせてもらってるんですけども、はい、たまたま相談があると、ごめんなさいちょっと1ヶ月先ですとか、うん、三月先ですとかっていう話にはなってしまうんですね、どうしても、はい、でその中でたまたま時間が空いてる時がありまして、うん、それ静岡のお客様から連絡をいただきましてですね、はい、ちょっと相談があるんだと、うん、まあ、ちょっとこう時間が空いたと言いますか、あまりお会いしてなかったお客様からこうヘルプの電話がかかってきたわけですから、うん、まあ、その電話で何ですかっていうのもね、どうかと思いますんで、うん、そこがなんか優しい、まあ、うん、行きましょう、行きますと、今日空いてるんですよと、じゃ今から行きますからということで、うん、まあ、片道車で2時間からぐらいでしょうかね、うん、かけて、うん、行きますよと、今多分7時頃に出れるんで9時ぐらいには着きますと、まあ、これ夜の話ですね、うん、で本当に来たんですねと来ましたよって、びっくりされますよね、びっくりしていただいて、なぜそこまでされるんですか、で、うん、やっぱこう人がなんですかね、助けを求めているということですから、はい、やっぱりこう顔ね、膝をつき合わせてこう顔を見て、うん、それをこう知って何ができるかということで、まあ、その場ですぐ解決をつくものではないんですけども、うん、やっぱりそこで発信したい、誰かにこう頼りたいという、ね、うん、ものがあるならば、まあ、行きましょうということで、今日その日に行けなかったとしたら、おそらくこれがまた三月先になってたら、いろんな環境は変わっちゃってるかもしれないので、そうですね、まあ、行けるならば行こうということで、あ、まあ、そこで、まあ、2時間ほどまた話をして、うん、まあ、そのまま帰ってきたということで、うん、なんかセミナーも行ってるっていうこともお伺いしたんですけど、一人一人がこう打ってお客様に伝えるのも一つなんでしょうけども、はい、やっぱりこう多くの皆様にもっと多く伝えたいという面では、はい、セミナーという形を今始めてまして、いわゆるマネーセミナーとか、はい、老後のこう資産形成とか、まあ、子供とはどうだとか、まあ、いろいろやっぱりライフに関わることを全体的にやってるんですけども、まあ、ただこう何百人っていうものではなくて、はい、5人限定とかね、うん、こう小さいところで、ただこう喋り手と聞き手じゃなくて、うん、はい、やっぱり膝をつき合わせてこう話をするということをやっぱりやりたいなと思っているところがありまして、じゃあ大人数ではなく少人数で自ら藤代さんが行ってお話をする、はい、私はしないんですけど、あ、しないんですか、これはやっぱりうちの従業員がそのパートパートを得意分野で、はい、一人一人が講師になって各地各地でそれを定期的に行うということを、まあ、ことを私がやるということになると私ばかりが出てしまうので、そういうものではなくて、やっぱり従業員が活躍すると、そのやっぱり自分がいるということの大事さも自分が実感するでしょうし、やっぱりそこを極めていきたいなっていう従業員多くなってくると思いますし、そういう形で進めていってます。部下を育てるっていうかね、でもまあその辺自身もなんか藤代さんの優しさというか人柄が出てますよね、その従業員の方にちゃんと立派になってほしいというか、うん、そうですね、はい、っていうのはあれですけど今後の展開とかっていう部分は、うん、今後の展開やっぱり、やっぱ企業連携といいますかね、セミナーと企業連携、はい、まあ、若手育成といいますかね、どう育てていくかと、我々がこう、いろいろ取引をする企業さんも、はい、まあ、いい大学を出て、まあ、いいところに、いいところといいますかね、上場会社に入社をしました、で半年とかで辞めちゃう子が半分ぐらいいるという会社も多くあるんですね。でやっぱりそれではなぜ起きてるのか、ね、やっぱり20年間以上ね、まあ、親に愛されいろいろね、経済お金もねかかったでしょう。でようやくそこがやっぱりゴール、ね、入社というのがゴールになってしまって、はい、そこでちょっとね折れてしまって、まあそこでリタイアをしてしまうと、これ非常に問題だと思ってまして、今の社会の流れですね、そうですね、まあそこをなんとかどうにかできないか、まあ先ほど言いましたけど入社前のねトレーニングといいますか、まあそういうものを我々が教えてあげたりとか、そして入社して育っていってもらう、これを繰り返されればまあそういうことも起きなくなるのかなというふうに思ってます。人とのつながりをモットーにお客様の未来を支え続ける藤代圭一、そんな男が心に留める格言とは、天は自らを助くる者を助くということを、まあ、座右の銘といいますかね、持っておりまして、やはりこう人からもらうとか、ね、得るとかいうものをばかりを待つんではなくて、
やっぱり自分でこう 動いて必ず誰かが見ててくれるはずだと、真剣にこのことをこの事業に取り組んでいる誰かが見ててくれるはずだと、必ずそこに手助けは訪れるものだと思って、いつもまあ動いているということが我々たちが持っているものでございます。今日は心温まる、はい、あのお話ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ。ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さて続いてご紹介する企業さんなんですが、お二人は試験を受ける側じゃなく行う側でされたことありますか？どちらから選手を取ってきて自分のチームに入れるでやったよね。ありそうですよね。これ難しいんだよね。あやまちゃんは ないな。私はないですよね。あみちゃんありそうですよね。いや私もない。まあ2人ともなんだろう、このボーイフレンドを選ぶとか、そういう時にそういう採用するかどうか常にしてますね。その採用ですね。強がりだね。お二人とも強がりでございます、はい、そこで次にご紹介するのはですね、はい、会社人事の採用から規則や退職など人事に関することで困ったことを円滑解決にサポートしています、こちらの企業さんです。厚生労働省の調査で発表された全国の離職者の数はおよそ713万人にも上り、その数は労働者全体の 15% も占めていた。その一つの要因には企業の求める人材と労働者の求める環境に大きな隔たりが生まれていることが現実に存在していた。そんな多くの人事問題を解消するため、働く側の視点、そして企業経営の視点と多角的な角度から働きやすい社会づくりを形成し続ける男がここにいる。日本経営サポート株式会社代表取締役桐生秀美。企業の社員採用、退職といった人事や社会保険労務士としての活動に至るまで、さまざまな形で働く現場を支える日本経営サポート株式会社では、労働者にとって働くことに喜びを感じられる場所を作り、企業にとっての成功へと導くサポート役として、社会全体の成長へとつながる役割を担い続けている。今回は桐生秀美をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。主に人事周りですね、社員の採用から退職まで、いろんな揉め事とかありますけれども、そういったことをサポートしていくという仕事で、研修とかセミナーとか、そういうことをやっております。あとですね、併設で社会保険労務士の事務所もやっておりまして、そちらの方では事務の代行とか助成金獲得のサポートとか、そういう仕事をやっております。きっかけっていうのは、私ですね、一番最初富士通のグループ会社に採用になりまして、人事と採用の仕事を任されるようになったんですね、その時に、社会保険労務士っていう仕事を資格があるというのを知りまして、そこで勉強していくと、やっぱり人事の仕事に結びつく資格だということで社労士の資格を受けてですね、今から20年ぐらい前でしょうか、受かりまして、でそれ以来社労士の資格を取って、外資系の会社とか、そういったところで、いろいろと修行を積んだような形で、今独立をしたっていう形でやってます。外資系も、はい、外資系は意外と淡々っていくんじゃないですか。やられましたね。そうでしょうね、はい、外資系3社ほど経験はしたんですけれども、そのうち2社はですね、買収されたりとか日本撤退とかですね、そういったことがありまして、私もリストラにあったりとか、あとちょっと会社に居づらいとかですね、そういったことがあって辞めざるを得ないとか、そんな経験もしました。人事とか採用とかって、そういう一番こう根本のところじゃないですか。
で一番問題が起こるとこっていう、そうですね、人間関係的なも、はい、も含めて結構ありますよね。ありますよね、はい、大手企業で人事を担当するもバブル崩壊をきっかけに新たに社会保険労務士の道へと進んだ桐生。その後もさまざまな企業を渡り歩き現在の活動へと進んだその歩みを改めて振り返ってもらった。ちょっと大きめな会社にも入ったことがあってですね、はい、まあ、ただ初めての転職、ね、日本の会社から外資系の会社っていうことでカルチャーショックもあったりとかしてですね、外資系の会社のやり方は、はい、でもその経験が終わりになるから日本ではこのやり方はダメだっていうのはないですか。逆もあると思うんですけども、日本の会社、まあね、はい、日本のもう大手の会社のいいところっていうのはやっぱりありますよね、うん、やっぱりどっちかというと、まあ、その当時、まあ、30年ぐらい前の話ですけれども、はいはい、やはりちょっと優しいというかですね、うん、そういったところも終身雇用もありましたけれども、終身雇用ですよ ね、 ただ外資系になってくるとだんだん実力主義という形になってくるので、あまり会社の中でこうのんびりしてるとか あまり成果を出さない人は、うん、去ってってもらうっていう風潮は多かったような気がしますね。なるほど。うちのほら親父が外資系でお袋が日本系だからさ、はい、それは靴で両方家の中にあって大変でしたけどね。そんないつまで練習やってんの、なんだったって上手くなんないって、日本はもう永遠と練習やったりなりしたりするんだけど、向こうはもう時間でピシャッと割り切るみたいなのもありますし、たくさんまあ多分経験されてると思うんですけど、やっぱりその大手の企業さんとやっぱその中小企業っていうんですかねの、まあ、違いっていうのはどういった部分ですかね。そうですね、まあ、やっぱり大手の会社はやっぱり組織的にもきちんとしてますし、はい、人数も多いとか、であと人事専門のスタッフとか部署があったりとかしますし、あとそこで働いてる社員さんもやっぱり優秀な人っていうのは多いような気はするんですね。なるほど。でその後中小企業、それから今独立していろんな小さい会社さんのサポートさせてもらってますけれども、うん、やっぱり中小企業はやっぱり人材少ないし、うん、社員の数も小さいし、で社長さんが自ら人事とか総務とかやってるケースもあると、はい、やはり社長は人事の知識とかそういうのは少ないですから、はい、なかなかこう社員さんとそういった人事的な問題が出た時にきちんとした対応ができないとかですね、うん、そういったことで、間違った対応してトラブルになってしまうとか、そういうことがあると思いますね。なるほど。今までに、まあ、およそなんですけど何人ぐらい人事、そうですね、はい、まあ、採用の仕事はもうおかげさまで、はい、ずっとさせてましたので、はい、面接だけでいうと2000人ぐらいは面接に携わってたかなと思います。2000人 かなりの数ですよね。いや会社行って、はい、例えばその成績がそんなさほど出てないね、はい、まあ、今苦しんでるところに行かれた時に、まあ、依頼されていくわけですよね今、はい、そういう状況ですよね。まあ行ったら分かるんですか、それともやっぱりいろんなものを読み込んでいってデータ集めて、そうですね、データ集めたりとか、ね、はい、書類見たりとかして、はい、そこで決め、まあ、決めるってわけじゃないですけれども、はい、どういう話をするかとか、どういうふうに質問するとかっていうことは考えてますね。そして現在多くの経営者に向けた採用力を培うセミナーも開催。その内容について詳しく聞いてみた。採用力育成ノウハウセミナーっていうのをですね、採用、はい、採用力です。採用の力ですね。あ、採用の力、はい、採用力、はい、会社に採用する力をつけてあげましょうっていうノウハウを伝授する、そういうセミナー、はい、あー、なるほど。具体的にどういうことを教えるんですか。そうですね、先ほど申し上げましたけれども、はい、そのやっぱり会社が欲しい求める人材像っていうものを見つけましょうと、うん、でそれを今まではまあ、欲しい人材がなかなか取れないとか、はい、せっかく採用したのに辞めてってしまうとか、そういう会社が多かったと思うんですけれども、じゃあそれ何が原因でそうなってるのかっていうところをまず教えをして、そうではなくてまずやらなければいけないことは何かといったところを理解してもらって、そこであるまあ、採用コンセプトと言ってるんですけれども、採用コンセプトっていうのを作り上げて、それを利用して広告を出すとか求人票を出すとか、そういうことをするといい人が取れますよっていうお話をしてるんですね。ほぼ毎月1回
毎月ですね、はい、今は東京横浜中心にやってますけれども、はい、来月かな、関西の方でもやっていこうということで少しずつ全国に広めていきたいなと思ってます。その時はバイクで行ってないですよね。行きたいですねご趣味でねなぜハーレーなんですか。で、まあ、いつかハーレーと大きな会社ね、はい、オートバイということで憧れましたけど、はい、持ってみて気がついたのですけどね、うん、勉強したんですよ。ハーレー社ってどういう会社かっていうのを調べたら、一時期業績が悪くてですね、ある会社の子会社になったんですね。へえ、はい、知らなかったですよね。私も知らなかったんですよ、はい。それでユーザーさんとかが、うん、熱心にもまた独立してほしいという願いもあって、うん、またこう株を買い戻したっていう、ね、経験があるんですね。ですから会社なんですけれども、ユーザーさんに愛されて、うん、それで復活したっていうところがまた驚きでもあるし魅力だなと思ってですね、すごく好きになったんですね。自らの目で見てきたこれまでの経験を現場で生かし伝え、人材を育て続ける桐生秀美。そんな男が掲げる今後の展望とは。今後はですね、やはりこの採用力育成コンサルティングを通じて、小さい会社でもいい人が、自分が欲しい、社長が欲しい、一緒に働きたいっていう人がどんどん入ってくる、そういう会社がいっぱい増えていてですね、その中で働く人たちがこの生き生きと働ける、そういうような会社作りに携わっていきたいっていうふうに思ってます。最後になりましたが、桐生さんの格言をお願いいたします。はい、してみせて、言って聞かせて、させてみる、上杉鷹山さんの言葉です。やっぱり自分が先頭に立って、はい、見せる。その通りですね、はい、やっぱり私自分で経験してみてから、はい、そこからやってもらって、そういうような形で育ってきたっていうかですね、今もやってきましたので、そういう気持ちで部下の人たちとか後輩の人たちにもそういう気持ちでやってもらいたいなというふうに思ってます。本当にいつまでも我々のサポート役で、ぜひ今後もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。その銀の粒を初めて口にしたのはまだ小学校に入る前だったと思う。ある日祖父がいつも携帯していたそれを 2,3 粒くれたのである。おもむろに口に入れるとインパクトある大人の味が口中に一気に広がり、苦虫を噛みつぶしたような顔をしてしまったのを記憶している。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、老舗に学ぶ企業改革成功の理由。この本は1893年に大阪で薬種商森下南洋堂として創業した老舗森下仁丹株式会社をモデルに、老舗企業の改革成功までを綴った一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。やっぱり